んだ。動いた？動いた？ほんまに？動いた？よかった。よかった。下まで Wi-Fi リセットしに行ってきた。うん、下まで Wi-Fi リセットしに行ってきた。よかった。ということでですね、気を取り直して。これはですね、私が使っているレッスンのカバンです。リーじゃなくて、リー。あ、こんばんは、ハリコのジャカさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、皆さん、ご迷惑をおかけしました。シークザー、疲れちゃう、山さん、こんばんは、ありがとうございます。そうです、めっちゃでかいですよ、これ。もうパンパンにね。そう、私、大阪に住んでるんで、ホテルに泊まったり、リカコちゃんのお家にね、泊まったりする時もあるので、そうそうそう。ということで、そう、私服で行って帰り道さ、ジャージとかがあるから、そうだからリーじゃなくてリーのカバンを使ってます。初めてリカこんばんは、4回目そうリーアシーさん、おふぐれなさそう、リー、そう、それを使っております。でですね、これはね、中身、この中身なんですけど、まずお化粧ポーチですね。お化粧ポーチ、私の命と言っても過言ではないお化粧ポーチでございます。リーリー、よかった、普通に戻ってる、もう安心して配信できるかなよかった。これはこれカレー、カレーじゃないよ、これはお化粧ポーチです。お化粧ポーチなんですけど、そう、化粧ポーチ使ってます。なんかさ、頭ちょん切れてんねんけど、なんで頑張ってよ。オッケー、オッケー、オッケーかな。おおおお、光が集まった。そう、コーティーです。コーティー、これ1個目はピンク色でお母さんとお揃いで買ったんですけど、ぶっ壊れました。ちなみにリンクのアウトレットでやってました。止まってる間、加藤優衣ちゃんがメイク褒めてたので、なんて言ってたんですか、めっちゃ嬉しいんですけど、めっちゃ嬉しい。中身はですね、必要最低限でしか持ち歩いてないです。なんかお泊まりする時とかはもっとちゃんとがっつり入れてます。まずこれ、これはですね、 CNP っていうね、韓国のクッションファンデーションなんですけど、これはほんまに美容液、蜂の巣の美容液が1本分入ってるんですよ。韓国で有名な美容のやつがね、レフバーになってるかな、美容のやつが、そう、そうそう、これいい感じ、これいい感じやな、これこっちやな、いい感じやな、いい感じやな、これ、あ、踊ってます、配信お騒がせしました。そうそうそう、これはねめっちゃいい。そう、これ一軍の化粧品プラス最低限の持ち歩くやつ、そうそうそう、これツヤ肌になるね、しかも美容液1本分やから乾燥せえへん、ほんまにおすすめで、ほんまにね最低限しか入ってないよ。アイシャドウやろ、アイシャドウ、これはエトボスっていうなんかミネラル的な、なんか超ミネラル系コスメ安心安全コスメ、めっちゃ好き、気に入ってる。で、今日もアイシャドウ、これ今日もアイシャドウ2つ、これで、これは指原莉乃さんが使ってめっちゃ話題になってたやつ、韓国のラメのやつ。あれ全然さ、コメントが届かない、また止まってる、大丈夫、おう、よかった、カウント終わって、ありがとうございます。さ、可愛いから最低限でほんまに赤、ほんまは普段めっちゃ街歩くけど、なんかレッスンやったらいいかなみたいな。あ、コメントお届けします、バイオケンさん、ありがとうございます。言われてるだけで嬉しい、シンクさん、よかった。で、
これもアイシャドウかな、イニスフリーラメラメ、めっちゃラメじゃない、やばくない、これこれほんまに命、これゆいちゃんにもおすすめした、これなほんまにラメラメやねん、これはあのゆいちゃんにおすすめしたら買っとくわって言ってくれて、そう買っとくわって言ってくれて、ゆいさんこんばんは、また来ました、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、あれ電話してたら帰ってきて、そうただいまです、でリップはね大事、リップはねめっちゃ持ち歩いてるよ、イニスフリーって使ってる方多いよね、そう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 、お揃いにしていったろうか、えお揃いにします、見てこれリップ、リップリップ、これはいつも言ってるなんかロムアンドっていう韓国のやつで、これは白っていう、わかるかな、なんかあの白っていうこのブランド見たことない、なんかめっちゃいい匂いの香水とか、なんかもう全部オレンジ系、全部オレンジ系で眉毛描くやつやろ、あとこれわかりますでしょうか、吉田あかりさんプロデュースのリップです、イエーイ、パチ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 、こんばんは、動いてよかったじゃん、ほんまに動いてよかった、ありがとうございます、リップマジックペンに見えた、ヤシンやちょっとわかる、これはね吉田あかりさんのやつです、最近のやつ、最近最近ですね、けど色は最近じゃないかな、一番最初の時の色、パチ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 、そうこれは吉田あかりさんプロデュースのリップです、めっちゃいいってな感じですね、でそして安定のビブス、ビブスが入っております、なんか可愛い、やっぱり好きかもしれん、好きビ、これ青切りかこんな感じ、こんな感じで、お財布やろ、お財布やろ、あ化粧道具こんだけです、持ち歩いてんの、ただいま仕事から帰宅、たまたま電子リアン発見、とりあえず洗濯しながら聞いてるね、マスターさんありがとうございます、そう名前アピールしてみた、そうお財布ね、お財布、お財布命、ちょっと中身は見せられへんけど、歯磨き10期大事な休息時間、あーりかこちゃんが公園張ってたやつ、マスターさんハートありがとうございます、20がええな、何よで、これはねあの花粉症 の, あの皮膚炎抑えるやつと、あーめっちゃ汚い、キーケースやろ、日焼け止め、日焼け止めプロダクトで、クシと、これほんまに大事やねん、キノピーさんこんばんは、こんばんは、そこはアシリらしいと見せなこれほんまに大事やねん、これ私ほんまに大事、あの付箋、誰かにメモ残すときほんまに大事、これはリアルガチ大事、ただいま、おかえりなさい、ということでですね、という前乗りは終わり、という前乗りは終わりですね、あの今からグッズ紹介をしようと思います、あ、その前にですね皆さんにご報告があります、私日本化粧品検定3級取りました、これはネットで受けれるやつなんですけど、あのなんですね、そうですね、次は2級を筆記で受けます、バチ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 、ということでお化粧品の勉強頑張っていくのでよろしくお願いします、いえいえいえ、あしきさんバチバチバチありがとうございます、皆さんありがとうございます、ありがとうございます、ということでですね、ちょっと住所が映ってしまっておりましたが私の名前でちゃんとあります、あしきさんファイト、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さん頑張ってありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます、ということでですね、あのちょっとしたグッズ紹介をします、これ見て皆さんお分かりでしょうか、ベーン、お分かりでしょうか、お分かりですか、分からないですか、ベーン、ピンポンピンポンピンポン、
ばんは、こんばんは、おいなさん、こんばんは。ありがとうございます。ペンポン、ペンポン、ペンポン。そうです、そうです。そうです、正解です。というグッズ紹介をしていこうと思います。そして次に出てくるのは、でででんでん。ああ、かわいい。ああ、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい。好きですって書いてる。私も好き。ということで次はベベベン。あ、もう私も好き。好きよ、好き。好き。かわいい。そうなんですよ。ピンポン、小林さんです。ピンポンピンポンピンポン。ということでですね。次は。テロップを変えますね。はい、そしてですね、次はおうおう、ベベベベベベーン、かわいい。なんでこんなにかわいいんやろ。こんばんは、フリフリ仕事終わった海田健太さん、お仕事お疲れ様です。可愛くないですか？めっちゃ可愛くないですか？そして次、出会えた奇跡にありがとう、チーム K、 ドゥルルルダン。はぁ、あ、可愛い、はぁ、あ、可愛い、はぁ、あ、可愛い。なんでみんなこんなに可愛いんでしょう。なんでみんなこんなに可愛いんでしょう。なぜ皆さんこんなに可愛いんでしょうか。うん、なぜなんでしょうか。そしてですね、次は、あ、もう私大好きでした。私大好きでした。大好きです。あ、今 AKB48 さんのグッズ紹介してます。私これ、この方めっちゃ好きでした。いきます。ドルルルルルダーン、ピュー。めっちゃ好きなんですよね。めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きなんです。好きでした。もう顔がもうドタイプ、美形すぎません？めっちゃ美形。あなたが私の応援団長、応援団長や。私が応援団長やから。そうです、そうです。好きなんですよね。ということでですね、次、あ、次も、あ、これち、いや、次もチーム K さんですね。チーム K さん、ジュルルルリベーン、ドゥーン。峯岸みなみさんです。好き。たっちゃんさん、こんばんは、こんばんは。仕事終わった、わびさん、仕事お疲れ様です。ただの握手したことある。めっちゃ羨ましいねんけど、いいな。そうなんですよ。好き、好き、もう好きよ。好きがこぼれる。一番ですよ。かわいい。YouTube もずっと見てる。そうなんですよね。そしてですね、お次もチーム K さんですね。じゃん。かわいい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 ですね。かわいいですね。かわいいですね。かわいいですね。なんでこんなにかわいいんやろ。あ、おいでやす、チーム K さん、おいでやす、ドゥンバン。最近韓国メイクをしてる写真がめちゃくちゃ可愛かったですね。めちゃくちゃ可愛かったですね。好きです、好きです、好き、好き、好き。あ、これはもう私の、おお、なんか貼ってる。これはもうですね、私のお兄さんが押してました。斉藤まみさんですね。貼ってますね。
お兄ちゃんやってますね。そうなんです、好きでした、お兄ちゃんがめっちゃ。こんばんは、源さん、こんばんは、ありがとうございます。そうなんですよ。あ、もうかわいい。次は、お次はチーム B、 チーム B、 はい、もうかわいいですね。はい、もう顔がお人形さんですね。はい、もうお人形さんですね。お人形さんですね。お人形さんですね。名前はね、バレました。あったけど言うて5枚。あ、次や。ブーン。かわいい、かわいい、かわいい、かわいいですね。はい、もうかわいい。はい、もうかわいい。あら、また動く青木ちゃん見れちゃった、嬉しいです。こんばんは、ありがとうございます。で、お次はチーム K さんです。矢沢さん、さん、かわいいですね、かわいいですね。お、そしてドゥルって、あ、これあのスクショ OK ですが、スクショして載せるのは P でお願いします。ということで、ジュルバーン、チーム B、 可愛いですね。なんでこんなに可愛いんやろ、なんでこんなに可愛いんやろ、なんでこんなに可愛いんですかね、なんでこんな可愛いんやろ、はあ、もう私が大好きなテラスハウスにも出てた方ですね。私が大好きなテラスハウスにも出てた方です。ブーン、ダーン、北原理恵さん、北原理恵さん、テラスハウス見てましたよ、見てましたよ。そしてですね、さっきちらっとコメントで見えました、最後はチーム B さんで柏木由紀さんです。かわいいです。かわいいです。かわいいです。めっちゃかわいいです。めっちゃかわいいです。ゆきりんワールド行きたいです。行きたいです。という感じでした。ということでですね、あの、スクショ OK ですが、ハッシュタグは禁止でお願いします。そうなんですよ。前田敦子さんないんですよ。お兄ちゃんに取られた。ちょっとね、あのお兄ちゃんの部屋から取ってきたってバレちゃうから、そう、お兄ちゃんとあの半分こしてさ、お金半分こどころじゃないな、3分の2お兄ちゃんが出してくれて、3分の1私が買ったやつだから、私のじゃないのがちょっとね、ちょっとお兄ちゃんバレるから、ツイッター元気でお願いします。そうなんですよ、だけど私も3分の1出したんで。なのでちょっと、ちょっと C でお願いします、ここだけの秘密で。お兄ちゃんやってない、そうなんですよ。そのカード持ってた、ほんまですか、いやいや、おそろっち。そうなんですよ、そう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 、これほんまに懐かしい、これなんかパキパキしてあるやつ、なんかパキってパキってするやつ、何のやつかもう覚えてないな、うん、覚えてない、推し認定書。お兄ちゃんと仲いいんだね。前田敦子さんのファンクラブ去年まで入ってた。そうなんですか、いいな、前田敦子さんに会ってみたかった、そんなんあったんや。そうなんです、妹の名前写真集めることになる。いや、お兄ちゃんの10期の推しは誰、え、お兄ちゃん10期生で推しいない。いないっていうか、多分あんま知らんと思う、あんまり知らんと思う。握手会どこかやってたろ、え、握手会行ってたんかな、まずどうなんやろ。ゆかりさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。青木ちゃんとの秘密とかし、リカピ集めたら笑う。あっちゃんの卒業会ストニーとの、えー、そうなんですか、うん、私なんかオーディションとかもずっと受けたいな受けたいなって思ってたんですけど、あのまず受かっ
もし一次審査通ったとしても、あのあれいけないんですよ。あれというか、あのこう交通費、なかなか親に言うのは、今回もやったんですけど、あの合格してから言ったんですね。合格してからだけど、うん、3次通ってからかな言ったんですよ。そうそうそう、だから自分のお金で行きました。きっとアニア全てチェック済み。絶対そうですよね。よし、握手会に面するさ、解答キットさ、私ですか。妹のレーンに並んだら笑えますね。じゃあほんまにそれはもう無視する。テリブレイスすごい、シーってやるから、やる。あきちゃんは可愛い、え、嬉しい、ありがとうございます。ちょっとごめん、 AKB モデルの初の配信してますので抜けます。いってらっしゃい、まさやさん、支配人さん、楽しんできてください。ありがとうございます。え、今後も通いなの、多分。うん、やったね、買い時った。こんばんは、今日も綺麗なリアンちゃん、嬉しいです。マサヤさん、さあ、いやいや、 SK に来てくれてありがとうです。いや、もうこちらこそです。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。兄三代目踊ってるから大丈夫や。踊れてなかったんけど、けど昨日アンビバレント、あの一緒に踊った。あっちを、あっちを立てる気もないし、こっちを立てる気だってまるでない。人間関係面倒でお呼びかし、これやろ。 I know who I know who のやつ。楽しいな、ここ。嬉しい、嬉しいっす。会話大変だね。やけど言うて、なんかもうめっちゃ近いんですよ、新幹線の駅まで。そう、近いし、なんか一本で行けるし、めっちゃ楽。言うて全部合わせて多分1時間もかからへん。え、学校まで2時間通ってたんですよ。2時間かけて行ってたから、もう全然全然楽、全然楽。それは兄貴のアカウントで YouTube 配信して、いやだ、今日は部屋違う、今日部屋一緒です。なんかこっちの方があの顔が、あの基盤で見えないって分かったんで、こっちにしてわしゃっくり出た。楽しそうな家族だね。楽しそうな家族です。ちょっとお水飲んでいいですか。しゃっくり出る。ほっ、そう、夜なのに牛肉ない。こっちの方がほこり目立つ。メジャーあるから、なんか自分の口何センチか測ってみようかな。首元だるんだるやな。そうなんですよ、これなんかみくるんとりかこちゃんと一緒にレッスン終わり買いに行ったんですけど、あのエコパ前に L サイズで大丈夫じゃんって言って、なんか大きめにワンピースっぽく着たけて、え、買ったら、あのメンズの L サイズやって、ちょっとなんかやばいんですよサイズ、ほら。あ、口6センチです。横6センチ、横6センチもある？ないな、これ。ここやな。あ、口5センチです。口5センチです。目の間測って、目の間、え、どうやってやんの、これ2センチ？じゃあ3センチか。3センチじゃん。3センチやな。やっぱ楽しかったな、嬉しい、ありがとうございます。いや、何してんの、え、え、何でもいいやん、何でもいいやん。何でもいいやんか。今まで写真でしか見たことなかったから、あきちゃん動いてるのが新鮮、え、嬉しいです。いっぱい動いとこ。短いな、おもろいから。オッケーオッ
決まる。顎の長さ測ろう。3.5センチです。うん、3.5センチ。よかったら皆さん比べてください、ご自分と。りゃん、こんばんは。かっきーさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。これりゃん検定出ます？え、どうやろう。それは言われへんな。これより実物が可愛い。じゃああれほんまにさあれほんまにさすごいな、知らんけど。松ぼっくるさん、もしかして大阪人ですか？パーツ測定。ドラさん、配信見てると好きだが、めっちゃ嬉しい。再生して何を作る？何作ろう。入社試験には出るかな。赤本見てください。テロップの意味、ほんまやほんまや。ひたすらメジャーで遊ぶ会。こんにちは、こんにちは、メジャー星人の青木です。何やってんねん。好きなゲームはウィニングイレブンです。ウィレです。あとあの欅坂46さんの音ゲーめっちゃやってます。赤本どこで入手できますか？どこにしよう。メジャーアイドル、メジャーアイドルやで。邪魔すんで、邪魔すんで言ったら帰って帰らんとって。ロマミネさん、配信始めた頃よりもたくさん笑ってるから嬉しい。皆様のおかげですね。お、マジか。ウィレ、ウィレ、ウィレ最高やん。おお、ウィレ好き、ウィレ好き。メジャーで遊んだらダメじゃん。ヤギソエや AKB ガチでいつの間にメジャー出たの。じゃあほんまにほんまに、青木ちゃんメジャー級やで。マジュさん、あいよあいよ。サッカーどこのチームで、ガンバ大阪推しです。ガンバ大阪さん推してます。名前呼ぶの追加は聞いたら愛してる。イエーウィレ好き、教える。お笑いメジャー級やな。知ってんで。ウィレ、お兄ちゃんの影響かな。あ、そうなんです。あと小学校の時にサッカーやってたんですよ。だからサッカー好きなんです。そうなんですよ。そんなリアンにグランパさんの仕事が来たりする。え、それも嬉しいけど。いつも可愛いけど昨日より可愛く見える。お、嬉しい。なんでやろ、なんでやろ。大好きなゲームは大豪富やって。大富豪とピフォーユーでしょ。大富豪やってます。大富豪やってるんですけど、あの大富豪、あのルールがよくわからないので、願いさんにいつも助けていただいてます。願いさんがあのこれ光るじゃないですか。これいいよって光るじゃないですか。じゃあそれ出します。全部願いさんに教えていただきながらですね、やっております。そんな青木です。そうなんですよ。アイシータにいるリアン。ミネさん、インタルッチーさん、嬉しい。ありがとうございます。そうなんですよ、指示通りでやってます。指示通りであの教えてもらってます。階段とかちょっとよくわからないんで、願いさんが階段しとくって聞いたら、ああやろうっていう、あの光ってるのとりあえず押してやってます。ね、ちょっとルール確認しとく。えけどあれってさ、あれやってみたいねんな。あの音声取れんのかな。サバーカで戻ってきました。あ、清掃支配人さんかな。ありがとうございます。それ勝てるの。あ、もう富豪ですよ。富豪、私富豪ですよ。富豪
あ、ネガイさん同じですか。今日めっちゃ可愛い仕事帰りやで、あんま参加できんけど嬉しいです。ガッキーさんいつもありがとうございます。え、可愛いさん同じなんや。ネガイさん上勝負やな。やんのかやな。やんのか勝負やな。メジャーやっとくか。え、なんて読むか分からへん。すんどせんよ、すんどせんよ。ふご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 なんなんふごふご言わんとって。あ、喧嘩すんのかか封印解除。じゃあ封印してんね。まだ封印してる。なんかさ、首痛くなってきた。なんでやろ。いつも心にピース、あなたの心にリアンピースそう、大富豪大富豪。あ、忖度ね、忖度ね。難しいな、ほんま日本語って難しい。だけどさ、漢字とひらがなとカタカナで分かれてるってほんまにすごいですよね。すごいと思う。やんのかって言われたから、よくてよって返しちゃう。よくてよって返してください。首痛いの草生やしてめっちゃ動いてるから。そう、もうずっとこうやってやってたからさ。痛い。後頭部ミントって、後頭部ミントって後頭部ミントって。え、皆さんそしてお気づきでしょうか、私1週間前に髪の毛染めたん知ってますよね。1週間前に髪の毛染めたんですよ。見てこの茶色さ、やばくない。もうしかもさ、いつもよりさ、あれいつもよりさ、あのお風呂入る数も普段1日2、3回入ってんねんけど、あれ少なくしたし、ヘアアイロン数する数も減ったのに、見てこの茶色さ。もう私にね、髪の毛染めるとかほんま無理なんですよ。光の加減じゃなくて違うんですよ。ほんまにリアル茶色です。茶色可愛いんですけど研究生ダメなんですよ。そう、皆様知っての通りダメなんですよ。そうなんですよ。やのにね、こんな1週間でこのペースで落ちとったら無理じゃない、無理じゃないそう、だから1月と2月、1月の半ばから2月の半ばまで、あの6回美容室行ったんですよえ、あの美容室に行ってもそうなんですよ。だけど黒染めだけは、あの黒染めやって後悔したことあるんで、黒染めだけは絶対しないって決めてて、で、あの茶色とかにしてるんですけど。美顔？美顔って何やろ。そうなんです、研究室は黒髪なんですよ。そうなんですよ。あのかすかにある地毛わかりますか。地毛も別になんか真っ黒じゃないんですよね。だけどね、そう染めたのにさ、あかんかった。ごめん、今日から見に来たので知らないっす。え、もう全然大丈夫です、ありがとうございます。そうなんですよ。だからね、けどさすがにさ、そんなさ月に6回美容室行くほどお金なんかないからさ。そうそうそう、6回はほんまにあかん。6回はあかん。自分の名前でエゴサーチとかする？ニヤニヤ。あのハッシュタグで調べて皆さんがあのつぶやいてって言った時見ます。嬉しいです、めっちゃ。はじめまして、はじめまして、ふだいじいさんさん、ふだ、なんで3に買い付けないの。はじめまして、ありがとうございます、ありがとうございます。え、犬ですか。またもしかしてアウターさん犬ですか。犬じゃないかな。6回はあかんで、ね、そうなんですよ。久しぶりに行って元気そうで綺麗になってた。ほんまですか。めっちゃいいじゃないですか。楽しかったですか。自力で染めるしか、自力で染めるしか。そんなに美容院行ってるの。そうなんですよ。あの2月1月後半からあのエコパアリーナの練習が始まって、それまではなんかずっと10期生で練習やったんですけど、そう最近そっから結構事務所の方とか先輩とかと会うこと増えるようになって、そうなん
何でも答えてくれる。あ、ど正直。今の世間は授業を冷めさせるのはちょっとあれなんだよね。決まりあるかもしれないけど、どんな髪色でも青木ちゃんでも好き。嬉しい、ありがとうございます。聞き覚えのある関西弁ですね。お、ちなみにこのアバターも本田そらさんそのものなんです。え、そうなんですか。かわいい、かわいいです。聞き覚えのある関西弁です。先生言った裏表ある方、あ、全然ないですね。あ、これなんか自分でやったら嘘みたいになるやん。自分で言ったら嘘みたいになるやんか。エジーさんにユキさんよくピチョマスって言ってあげて。昨日の夜更かしで最近の若い子は関西弁使わないって言ってた。あれ若くないん、もしかして。ぐったりさん、いいね、ありがとうございます。あ、自分で顔叩いてもうた。これで裏あったら怖い怖い。じゃあほんまに怖い、ほんまに怖い、ほんまに怖い。え、裏はないけど、うん、どうなんやろ。強いて言えば一人の時間が多いのが好きなんかな。それが裏って言うんかな、分からへんけど。ゆうきだきちで握手会行こう。バーン、ありがとうございます。バーン、怪盗キッドさん、バーン。僕のアバターはひしまえ。僕裏表ない子しか応援できない私なんで。ロマミネさん、そんなことある？それでもないからしょうがない。わいな、あんたのことが好きやっしょ。和歌山弁、そんなんあるんや、めっちゃいいな。チャンニーさん、風呂上がりからこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。え、ワンちゃんやん、ワンちゃんやん、ワンちゃんですね。あれ、もう終わる感じ。いや、まだやります、まだやります。メジャーアイドルです。昨日聞いて、アイカツ見てたんですよ。知ってます、アイカツ知ってます。アイドル活動知ってます、アイカツ。そろそろマシュマロ、あ、マシュマロチャレンジやってられて、マシュマロじゃなくて、へへ。知らないですか、なんかアイカツっていう、なんか朝にやってたんかな、夕方か、夕方なんかアイカツっていうアニメなんですけど、そう、なんか女の子がねアイドルになって、でなんかあのプリキュアみたいな感じで、全然倒さへんねんけど、そう、なんかアイドルの学園みたいなのがあって、高校があって、でそこに現役のアイドルさんがいっぱい通ってるんですよ。でそこに普通の女の子が入学して、あのアイドル活動をしていくっていう、あのそういうアニメですね。で、あのカードで変身して、あの自分を高めていくというか、トップアイドルを目指すみたいな感じです。いや、もう全然ドロドロしてないんですよ。もうね、もうね、アイカツ全部見てますか、海翔さん。面白いですよね。こんばんは、もてしさん、こんばんは。ありがとうございます。アイカツおじさん、一時期流行った、何それ、ざっくりやねんけど、そんな感じ。髪の毛が茶色で、天井とどう、天井じゃないよ。キラキラ、そう、キラキラやで、ほんまにキラキラやで。え、すごい、すごかった。愛席食堂しか見てない。私見たことない、それ。面白いんかな。いつもなんか眺めてる。アイマス？アイドルマスター。いや。あかんわ。首めっちゃ痛い。これ下向いたら20億なるかな。ゲームセンターのアイカツの
筐体の前でめっちゃやる子もおじさんが相方さん。そうなんですか。そうなんや。世界さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。千鳥さんはやっぱ癖が強いんじゃ。相席食堂、ちょっと見てみよう、見てみよう。リアンはいつもキラキラしてるよ。知らんけど、知らんけど、僕 iPhone で見てるて。僕 iPhone で見てるて。なんか絵描く、なんか絵描く、なんか絵描こう。何描こうかな。じゃあ愛犬描こう、愛犬。あ、ラバー&ベリー、私めっちゃ集めてます、集めてました。あ、テンマさん、だるまいっぱい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。わんわんわん、ありがとうございます。だるま100個、ありがとうございます。いつもありがとうございます、ありがとうございます、感謝です。うん、どんだけおだてても会えへんの。ピエンピエンピエン、今のりかこちゃん似てるくない。え、じゃあ私小さい頃からトイプードルの絵描くの好きなんですよ。トイプードル飼ってるしさ。できた。これ可愛くないですか。嬉しいですね。うん、あ、じゃあ私、あのマリマじゃないし、クモじゃないし、渡辺じゃないし、大げさ、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。候補生の最後のアピールの動画映ってんのどっち。あ、どっちやったっけ、あれレーズンやったかな。黒色やったらラムです。クレヨンしんちゃんみたい。嘘、かわいい。リカちゃんも超かわいい、嬉しいです、ありがとうございます。あ、グッズ化したいですね。でですね、うん、あとは何があるやろ。じゃあ私バスケットボールが好きなので、バスケットボールの絵を描いて、あ、うん、じゃあバスケットボールの絵を描いてみます。ドリブルしてる絵やな。とてとてって字幕燃えた。バスケできるの、バスケめっちゃ好きですよ。お、うまいかもせん。え、待って、うまい、これはいける、いける、いける。ちょっと待ってくださいね、ちょっとちょっと。あ、黒子のバスケめっちゃ好きですよ。しきせくんが好きです。あと、え、けど なんて言ったって黒子が好きです。お、これはうまい。マリオとルイージ、ちょっと描いてみる。え、どう、え、うまくない。ちょっと黒子くんイメージしてみた。いい気すんねんけどな、なんでやろ、なんでやろ。え、まあまあまあ、ほらほらほら、無駄な躍動感。わら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 。え、じゃあ、じゃあ、あ、マリオとルイージですよね、多分それ。あ、みーちゃんやんな、みつきちゃんやんな。え、じゃあまずマリオ、マリオとルイージって難しくない？めっちゃ難しいと思うねんけど。あ、ちなみに私はめちゃくちゃ絵が下手くそです。え、待って待って、あ、待って、思ってるより上手いかもしれん。ねえ待って、ねえ待って、やばい。じゃあ何描いたか視聴者さんに当ててもらう。絶対当たらへんもん。待って、これはほんまにやばい、これはほんまにやばい。待って、あくまでも真剣やから。良くない？
したんじゃないよ。うまい。オフレーズさ絶対思ってないでしょ。そうマリア、そうマリア、え、それ M ついてない、ルイージじゃないよ、 M やで、 M、 M ってついてんだよ、わらわらわらじゃないよ、 M ってついて、輪郭けどさポテトヘッドみたいになっちゃったくない、ポテトヘッドみたいに、あ、マリオです、正解は。ポテトヘッドみたいになったくない、あのトイストーリーに出てくるポテトヘッド、あ、ポテトヘッドみたいになった、大丈夫大丈夫ということでですね、定期的にこれ出しときますね、あの一応グッズ紹介っていうことなんで、あの目の保養です、目の保養です開くないよ、ええ、まあ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 、まあ、オッケー、あ、ドラえもんもかける、タンテッ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 、なんか微妙に出るのが悔しいな、イエーイ、パチエモン、え、パチエモンパチエモン、ヒゲの本数よ、2本ずつじゃなかったっけ、待って、微妙、え、20顎、誰かに食べさされ、食べさせてる、どういうこと、どういうこと、頭誰かに食べさせる、食べさせてない、マリオよりはマシやんな、よし、あ、じゃあテロップ変えます、ということで今からモノマネ選手権をします、ということでですね、何のモノマネしましょう一回リカコちゃんとやったやんな、あ、じゃあまずここにドラえもんがあるんでドラえもんにします、いきます、僕ドラえもん、僕ドラえもんありがとうございます、はい、はい、次加藤さんハートありがとうございます、ありがとうございます、わら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 、ありがとうございます、嘘、ジェネレーションギャップ、嘘、いつの日の、ちょっと待って、加藤さんハートありがとうございます、ということでですね、次はなんで2回行ってんの、メイちゃんじゃん、ハート100個受け取ってありがとうございます、加藤さんありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、大山信代さんかな、5点、え、わら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 え、じゃあ次はですね、ちょっと待ってくださいね、あか、あ、オッケー、はい、次はこれのモノマネします、マキコさんのモノマネですか、できないですよいつのドラえもんわかんないですロイニーさん、あら、ありがとうございます、バラバラバラはよ、ま、投げさえてな小坂直さんのモノマネお願いしますそれ、あれ言わせたいだけでしょ、あ、そうです、しんちゃんです、しんちゃん、これはね、最近練習してたのをショールームで披露しようと思って、ナスのお化けナスのお化け、それはほんまにセンスある、あ、クレヨンしんちゃんです、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、はい、そう、クレヨンしんちゃんです、めっちゃ字汚くなった、クレヨンしんちゃんなんですけど、ナスみたい、え、違う、は、 SBB さん、あれ拭いた、練習、え、練習しました、声真似いきます、お、お、お、オッケー、お、
できない、行きます行きます。おおい、ほら、しんのすけなの。頭皮ビンとって腹筋はち切れた。あわら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 、なんか出ちゃう。でーへでーへでーへ、笑っちゃった、嬉しい。いや、昔からこのモノマネだけはできないんですよね。おい顔、あの、もうアイドルと女の子捨てて、あの、真剣にやってるんで、真剣に。カスブカフェっていう東大阪か、癖がすごい。練習の意味、初見まなかさん、ありがとうございます、ありがとうございます。今ですね、あの、モノマネしてます。面白かったら、よければフォローしてください。あ、ここほんまに治安軽井沢ですよ。ここのショールームは、あの、治安軽井沢なんで、もう少し声低くすると似るかも。おい、ほら、しんのすけだぞ。え、どうですか、どうですか。あの、皆さん気軽にですね、あの、 W だけでもいいので、よければコメントしてください。まだコメントしたことないよっていう方も、 W だけでいいので。そこそこ似てる。そう、40点。おほ、言わなあかん。え、軽井沢とは、あの、温泉やったっけ。あ、菅井優香さんの別荘のところ。似てたよ。うっそ、嬉しい。え、どこもかしこも渋滞。タンタタンの時に練習してるのが草。コメントしたことありません。怪盗キッドさん、いつも見てます。ひなぴーさん、わら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 。ゆけさん、わらわら。もふやまさん、わら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 。え、じゃあこれだけ来て、私の、あの、声だけ聞いてください。そっちのわらじゃないよ。あ、はい、ほら、しんのすけだぞ。うまくないですか。え、それももはや V や。 W W、 わら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 。笑顔と、やっほー、たけさん、やっほー。今モノマネしてます。え、どうでしょうか。え、やばいな、やばくないですよ。怪盗キッドさん、やりきるのにありがとうございます。カオソのカニさん、ありがとうございます。似てるような似てないような、微妙微妙って一番か。笑顔が素敵だから OK。 優しい、やっぱ恵まれてるわ私。じゃあ次はね、どうしよう。カエル、次はカエルです。カエルといえば千と千尋の神隠しということでですね、言います。いきます。いきます。千、千はどこだ。千はどせい、わかないですか。千、千、わかないですか。タコかと思った。誰がタコやん。なんか生えてますよ。生えてないわ。あちきさん、うま、ありがとうございます。タコありがとうございます。それは投げれるわ、嬉しい、ありがとうございます。え、うまくないですか。わらわら、おふぐれださん、わら。あれ、似てないかい。似てるよ。くせが強い。誰がタコやねん。青木リカちゃんのモノマネしてください。青木リカちゃんのモノマネ難しくない。え、あかんわ、リアン音声がかかってる。マミーのモノマネプリーズ。
もうマシュマロ15個突っ込んでから呼んでほしいわ。急な寒気やめて、気をつけて、風邪ひかんようにな。ということでですね、とりあえずですね、次行きましょう。次はですね、あ、スティッチの真似はできますよ。ひかちゃんこんばんは、きくりんさんこんばんは。今モノマネしてます。いつもありがとうございます。スノーカイロができたらハウルのカルシファーできるんですか。できるんや、それいいかも。ちょっと練習しとこうな。で次は、スティッチ行きます。ストッツどうでしょうか。え、耳の生えたドラえもんちゃうわ。ちゃうわ、ミッキーマウスさん。ミッキーマウス、あは、僕メイク。え、はは、はは、僕メイク。うま、ありがとうございます。やった、スクショさせて今。もう消えちゃった、もう消えちゃった、もう消えちゃった。それ一番うまいよ、ほんまに。はは、僕メイク。これはな、小さい頃から練習してたから、あれもできるで。クワルヤダダみたいなやつ、クワルヤダダみたいなやつ。伝わるかな、伝わる。あ、そう、ドナルド、ドナルド、イエーイ、イエーイ、イエーイ、上手、やった。クワルヤダダ、はい、やんのか、やるのか。ダック、え、やさ、ダック。ロジンさん、アイスクリームありがとうございます。ありがとうございます。どうでしょうか、他なんかモノマネしてほしいのありますか。みんな甘すぎやろ、もほやまさん。おこなんで、おこ。カイショウさん、ハートありがとうございます。あ、ピカチュウ、ピカチュウ、あ、うまい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 。あ、ラムさん、はじめまして。え、待って待って、ラムさん、私の愛犬と同じ名前です。ラムさん、はじめまして、ありがとうございます。これは 何かの運命ですね。ありがとうございます。木内りかこさんね、木内りかこさん、木内りかこちゃんはね、こっちの角度で、でラブシチュエーション、こんな感じやんな。初めてあきちゃんの声が聞いたので、もはや本当の声がどれか分からなくなりました。これがほんまの声。やばい、全部かわいい。スキピスキピー、トリさん、スキピー、わー、怒られた。なんで喜んでるんですか、もふやまさん、ド M ですか。ピカチュウ、ラムさん、マジです、マジです。私、ラムとレーズンっていうワンちゃん飼ってます。これは何かの運ですね。よければですね、うちの愛犬をまた見せるのでフォローしてください。ラムって黒の組織のナンバー2やん、バレた。うちの子そやねん、わら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 。食べないでね、食べないよ、食べないよ、食べないぜ。そしてですね、あと何のモノマネあるやろうな。コナン、難しすぎ、それ、それちょっと難しいな。ピッカピッカ。何犬ですか。トイプードルです。2匹ともトイプードルです。アソパサマソウは何それ。フォローしたのでまた来ます。ありがとうございます。ラムさんとラムを引き合わせましょう。ありがとうございます。握手会がより楽しみになった。あ、もう全部あの変な声でやります。全部スティッチの声で握手します。
顔来ちゃくるって、え、なんか全然違う、ちょっと顔来たくれてありがとう、とても嬉しいの、次も来てね、来たの来たの来たの、どうあ、そうさ、もう今日も仕事疲れたんだよね、どうちゃうやんな、絶対ちゃうやんな、え、じゃあ行かない、え、俺得意なモノマネあるね、ロマミネさんなんですか、気になる気になる、全部ドナルド全部ドナルド、めっちゃ唾飛んじゃうんじゃんそれ、シュシュシュ今日冷えかないとだるかったみたいな、顔が顔がやばい、ジャパネット高田さんのマネ、はい、今日はですねこちらの通販をやっていこうと思います、はい、ボー、はい、こちらはですねホワイトボードになっているんですけれども、こちらのホワイトボードなんとなんとなんと価格が下がって下がって下がりまして、バン5,000円、それがですねここだけここだけ限定、ここだけ限定でドンドンドンとまた下がりまして、なんと50円、どうでしょうか、今しか今しかできません、しかもですねこれを見てくださってる皆様1時間以内に電話をしてくださればズルルルン送料無料、手数料も無料です、よければどうぞ、どうでしょうか、え、どうでしょうか、インチキ安ほやな、たイエーイイエーイエー、どうでしょうか、普通やん、パチパチ、え、なんですかなんですか、どうでしょうかどうでしょうか、50回の分割払いで1円ずつ、利子やばない、接客性は買う、あ、もう1時間20分もやってたんですか、私1時間って言ってたのに、サイン入れてくれれば5000円で買えます私サイン考え中なんですよね、お久しぶりです、アライさん、お久しぶりでもないけどありがとうございます、いつもありがとうございます、こんな感じどうですか、いい感じ、ステイサムさんありがとうございます、サイどうですか、良き、おー、ええやん、ほんまですか、嬉しい、めっちゃ良くない、かっこいい、ほんまに嬉しい嬉しい、かっこいい感じ、やったね、けど同じのもう一回かかれへんっていうのが問題A 大文字にせえへん、あ、そういうことか、あ、そりゃいい、そのいい、やったらちょっと考えておきます、見て見てこれ、50円でこんな綺麗に買えるのに、よくない、100均より安い、1時間以上やってくれたので最後ちょっとだけ見ると、ありがとうサリナナさん、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます、え、あれかな、1時間これさ、スタート時間ってどうなってんのやろ、ナギンさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます、見に来てくださってありがとうございます、いいね、あつきさんありがとうございます、いいねそうなんですよ、え、どうなってんやろ、あのなんか回線がさ、回線がなんかおかしくなってる時からなんかな、時からやってることになってんのかな、どうなんやろ、今7時49分ですか、じゃあ8時に終わります、あれ7時49分からやってるってことか、何やってんやろ、今何時か分からへんねんな、時計壊れてんねん、時計3時50分で止まってる、3時50分に何があったんや、頭の時計狂ってるって、怒るで、あ、今9時15分ですか、ありがとうございます、じゃあ9時半に終わります、ありがとうございます、
サイン欲しいから AKB シングルの握手会行きたい。嬉しい。サイン書けるように頑張っておきます。チャンピオンのトレーナーいいね。キクリンさんありがとうございます。7時49分から始めて、あ、え、じゃあなんかわちゃわちゃしてた時らへんってことかな。わちゃわちゃしてる時らへんかな。怒る青木ちゃんも好き。嬉しい。じゃあ常に怒っとく怒るなら帰るで。帰らんけど。さすが知ってる。ちなみに俺はビギナーつくのはレベル1だからです。だっていつも使ってるアカウントじゃないでしょ。平さんそうだね、そうだね。なんだかんだ言って毎日来てるダオさんめっちゃ嬉しいです。それめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。わちゃわちゃしてた。わちゃ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 してない。いっちゃんさんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。よければ見てください。マシュマロチャレンジとか、あの土日企画みたいな感じでやるので、よければフォローしてください。メジャーからいつの間にかモノマネに。ほんまにほんまに何やってんやろって思ってる自分。やっぱ7時49分からになってたやん。じゃあ、あのわちゃわちゃしてさ、 Wi-Fi 取りに行ってとかやってる間も配信してることになってるんや最近たくさん配信してくれて嬉しい。やったやったね。リアに夢中。フォローしたよ。ありがとうございます。いっちゃんさんありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。マミーと配信するまで毎日来るから待ってる。ちょっと待ってくださいね。伏せた目を上げた時ゼロになるんだ。僕らは夢見てるか、未来を信じているか。怖いもの知らず、みんなほど知らず、無鉄砲のまま。今僕らは夢見てるか、子供のように今さら。戻ってきましたマミヨシになりました。え、なんか見つめられてるみたい。照れる皆さんのコメントが面白いので余計に配信が楽しみです。そうなんですよ。私ほんまに恵まれてる。ありがとうございます。皆さん21時半まで、21時半までです。おうち時間がリアンに満たされて幸せな時間になってる。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。皆さんいい子だな。はぁ、あ、嬉しい。騙されたらあかんでリアンちゃん推しになりました。川上さんありがとうございます。超絶嬉しい。ひかりんさんハートありがとうございます。今日から見始めたけどほんまに楽しいな。ありがとうございます。え、声ジャパネット高田さんのままやで。嘘。それはもしかして青木理香風のジャパネット高田さんかもしれん。猫かぶってるのか。かぶってないです。ひかりんさんハートありがとうございます。リアンウイルスにかかったみたい。それはハート型ですか。ドクンドクンリアンの人柄がより人を呼んでるね。ほんまですか。嬉しい。ひかりんさん、くもありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。モノマネ何やってたの。なんかジャパネット高田さんのモノマネとか、ピカチュウのモノマネとか、スティッチのモノマネとか、ミッキーのモノマネしてました。あの、あ、ドナルドダックのモノマネも。なんかいっちゃんさんやってほしいモノマネありますか。何でもやりますよ。こんばんは。また遅刻してしまった。フグさんありがとうございます。来てくださってありがとうございます。イカかぶってるの。かぶってないよトマチンさんこんばんは。ありがとうございます。かわいいね。ありがとうございます。リアの配信は毎回楽しんでいます。リョーマさんありがとうございます。金利手数料無料でリアンを届けてください。運ばれるわ今日も声がかわいい。嬉しい。ありがとうございます。絶対ありえへん。そう思ってたけど、なんだか私あなたのことが好きみたい。カイシューさんハートありがとうございます。あ、ドラえもんもやったね。初めて青木ちゃん楽しかった。可愛かった。嬉しい。ありがとうございます。いっちゃんさんピカチュウ聞きたい。いきますよ。ピカピック、ピカピカチュウ。やばいやばいやばい。大丈夫大丈夫。あ、じゃあここで
野原しんのすけさんの真似を。あ、はい、俺しんのすけだぞ。はいはい、カツオやって。カツオですか。サザエさんちゃうよな、どんなんやったっけ。分からへん、電柱のモノマネよ。ゆかりんさんかわいい、ありがとうございます。あと10分とか悲しみ。わら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 、リカチュウかわいい、ありがとうございます。ゆったりさんワイド、ありがとうございます。クオリティ下がってるよ。クオリティ下がってる。あ、カツオくんは姉さんって呼ぶんだ。そやそや、姉さん、姉さん、わかめ食べたい。どうでしょうか。ちびまる子ちゃんやって。ちびまる子ちゃん、はなわくんになりたい。はなわくんになりたいな。きなりさんタコありがとうございます、ありがとうございます。妹食べちゃうか。わかめ食べたい、嬉しいです。やばいやばい、妹ちゃん食べちゃうことになる。あかんなそれ。わかめちゃん逃げて。きくりんさんハートありがとうございます。今なんだよな、めっちゃこぼすよ。ねえやだやだよやだ。見切り発車、安定のポッポープーさんやって。プーさんうまいで、プーさんうまいで。いくで、これ走ってまた落としちゃ、どうしようしよう。これ、はちみつな。はちみつ食べたいな。どう？どう？はちみつ食べたいな。ベロン。こんなんじゃない。ベロン。ベロン。お腹いっぱいで動けないよ。はちみつ食べたいな。ベロン。こんなんじゃない。プーさんおもろい。いや、こんなんじゃない。プーさんとマシュマロ一緒。ラビュさんや。いいね。ありがとうございます。レナさん、ありがとうございます。止めに似てる。やっぱ似てる。わら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 。後頭部が後ろに来る人。わら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 。プーさんいいね。ほんまに？いい？レナさんいい？やった。ベロン。お腹いっぱいに。お腹いっぱいな蜂蜜は入るプーさん。お腹いっぱいなのに蜂蜜入るプーさん。そう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 、それそれ。蜂蜜食べたいな。ベロン。あすきさん最高、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。え、どうですか。マスさんめっちゃおもろいやん。やった、嬉しい。あ、ピグレットと、じゃああれか、あのあれやね、蜂蜜じゃない、蜂蜜じゃない、プーさんやな。え、じゃあプーさん、そろそろ蜂蜜食べるのやめた方がいいんじゃない。太っちゃうよ。蜂蜜食べたいな。ベロン。プー、プーダメだよそれ、食べ過ぎたら太っちゃうよ。蜂蜜だ。あはい、青木理香です。ありがとうございました。この短時間で推しになりました。ありがとうございます。いっちゃんさん、ありがとうございます。アンテと嬉しい深めるもんは、いやー、一瞬絆深めへん。へーよー、ほんまに大きに。はい、いや、プーさんのキャラちゃん、プーさん壊れてる、ほんまに。よくない、とりあえずやってみることは尊敬する。それが大きのプロフェッショナル、それが大きのプロフェッショナル。ありがとうございます、マセイソーシャイニーさん。え、これでもディズニーは愛してます。私のお家、あのディズニーで8割できてるんで、握手再開したら絶対にご嬉しいです。イチャーさん、ありがとうございます。子供泣く、ちょっと音量下げといてください。プロフェッショナル申しますよ。いつかそういうドキュメンタリー系に出た時の練習。そう、ドキュメンタリー系に出た時の練習。そうなんです、私はあのショールームが始まってからちょっとモノマネとかをしてたんですよ。そういうのってやっぱりやりきるのが大事で、それをたくさん学びましたね。モノマネをすることによってあの全てをやりきるということをあの最大限に学ぶことができました。それが青木のプロフェッショナル。
どうですか？どうでしょうか？芸人や違う。芸人さんごめんなさい。もっと面白くなる。プロフェッショナル。そうよ、会社切ってさ、いっちゃんさんもう準備できてるやん。そうやで、毎日練習してんね。本日のパワーワード、ハチミツ食べたいな。え、どうです、いけます、いけます。はは、僕ミッキー、はは、僕ミッキー。あなたにとってアオリイカと、私にとってアオリイカとはとってもとっても大事な存在です。アオリイカというあだ名がついてから、とてもファンの皆様とかがアオリイカって呼んでくださるようになって、本当は青木リカなんですけど、アオリイカって呼んでくださるんですよね。それがとっても最初は嫌だったんですけど、どんどん嬉しく思えてくる自分がいて、感謝を忘れない、そう、それがプロフェッショナル青木です。青木のプロフェッショナルです。はちみつ食べたいな。え大丈夫、何の告白。いやさ、何の告白、わら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 、青木理科で定着しちゃったらちょっとほんまに無理、ほんまにやってられへん、それはもうもう無理、もう無理、いやもうやいやもういや、青理科じゃないもん。ギャップが、いやいや、ギャップ、うま、ありがとうございます、マスさん、うま、ありがとうございます、めちゃいいです。ここが私のアナザースカイショールーム、そうですよ、これがまず私のアナザースカイなので、あの全てにおいて、お家でもレッスン場でもステージでも全てがアナザースカイと思って生きることが大切です。そうそうなんですよ。いつやるの。そうですよ、今答えてくださった方はみんなプロフェッショナルですよ。マックさんやべえな。ただいまです、ゆうこさん、おかえりです、ありがとうございます。え、え、お、お、お、今でしょ、聞こえる、オッケー、天井穴開いてる、え、開いてないけど大丈夫、え、声外まで聞こえてた。今だしょ。秋元先生のモノマネできますか。できないですよ。明日でしょ、嘘、昨日でした、それも終わってるやん、今日背景違う子ね、あ、そうなんですよ、あの棚の前でやってます、棚の前で。なんか光の加減でこっち側でいつもやってたんですけど、こっち側でやったらめっちゃ黄色くなるんですよね。ケクリさん、よくお気づきで、ビタミンアイドル、中身はプーさん、そう、ほんまに中身プーさんなんですよ、ずっと食べて寝て食べて寝て。フライパンさん、遅れた、待ってました、ありがとうございます。今日透明感すごいよ、ほんまに嬉しい嬉しい。ちな、今でしょうの林先生、青木さんと同じ誕生日、ほんまに、それやばない、奇跡奇跡。パサ好きよ、ハチミツ食べたいな、いい加減バキバキミートのスタッフさん、やめてやめて、猫かぶってんのバレる。かわいいプーさんやな、嬉しい、中身も多分塩の魔人やわ、え、中身魔人ブーやから。ともちんさん、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。え、バレた、リアン今度アバター変える予定です、了解です。え、けどキコリンさんのイメージ、このイメージやねんな、次どうなんやろ、楽しみにしとく。はぁ、あ、笑った笑った、変な汗かいたわ、リカも変な汗かいた。中身魔人ブーやね、スマイルさんのギャグを全力でやってください。じゃあそれはほんまにあかんで、それはほんまにあかんで、これでしょ。今日最近めっちゃ見るんですよ、夜中、つまりチャンピオンプーさんってことですか、魔人プーです、魔人プー、魔人プーです。うまめでさん、アバターは2個交互に、たまに、あ、ほんまや、そう思ったら確かに、やんのか、コラーこと青木リカです。ラビューさん、青リカのアバターはまだですか、
イカ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 こぶたイカイカこぶた。昨日も変な汗かいてたからプレッシャーかかってる。いやほんまに昨日めっちゃ汗かいてんってやばかった。ここで滑らない話一つお願いします。ここで滑らない話一つって言われたら難しいな。難しいねんけど、サザエでございます。カツオカツオ、ちょっと片付けしなさいよ。姉さんもう今日は片付けやだよ。お兄ちゃんしっかり片付けしないとカツオ食べちゃうよ。似てた。とりあえず温泉でも行こうか。せやな、ちょっと一旦落ち着かなあかんな。ちょっと一旦落ち着くわ。わかめが一番大人っぽい。お前はスマイルの声怖かったら芸人だけよ。大まぎ間違いない。笑う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 。やっぱりやべえの。食べたらいかんで。そう、食べたらいかん。これ何の回？青木のプロフェッショナルの回です。シークーさん、私プロフェッショナルです。じゃあ兄弟同士でめっちゃ食べたがる。そう、どっちが先食べるかっていう話。進撃のサザエさん。え、けどみんなサザエさん見たくなったでしょ。ほんまはどんなサザエさんなのか。そういうとこが青木のプロフェッショナル。青木さん大丈夫？ルルさん大丈夫ですよ。吉本新喜劇さん、私あれ中学校の時に文化祭でやりました。観光客役した、友達と。え、けど改めてさ、どんな声やったっけみたいな見たくならへん。ということで皆さんでサザエさんを見ましょう。イエーイ。今日はしっかりわら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 。つぼ焼き食べたくなる。そっちはあかん。アオリイカさん、キャラ確定ですね。はい、サザエで。ごめんください。いかがですか。今日スクショがはかどりました。まあ、そう、プロフェッショナルリアンなので。ドキドキワクワクのサスペンス30分世代じゃ。そう、皆さんで見ましょうね。久しぶりに見たら結構キャラの声変わってる。え、でしょ？やっぱ見よう見よう、みんなで見よう。青木さんは磯の、磯の味で思い出した。私さ、ここ日本メガネないんか。メガネかけたらさ、ご飯ですよさん似てるって言われるの。ご飯ですよ似てるって言われるのよ。ご飯ですよ似てるって言われるのよ。どう思う？どう思う？そう、ご飯ですよ似てるって言われる。かけて、ちょっとまたかけますね。カヤジオさん、ご飯ですよってどんなんだろう。よそ、丸メガネです。丸メガネ、丸メガネで。え、配信後ツイートしてくれますか。めっちゃ嬉しい。明日か明後日かけますね。ご飯ですよ。やばい、もうなんかさ、今から下降りたらさ、お母さん何してたんって言われそうやねんけど。食べたことあるご飯ですよ。めっちゃ好きです。わらわらわら。ちょっと違う。え、けどメガネかけたら似るね。え、けどなんか高校の時やったかな、ご飯ですよやんって言われた。そうやね、それサザエでございます。あ、これ普通に言われへんかも。これも食い倒れ太郎にも似てるってこと。それは違う、それは違う。ご飯といえば白米大好きです。あの1日に普通に 2.5 合とか食べれます。ご飯ですよめっちゃ好きっていうことは私も好きですよね。あれは大村コンサイヤで加入早々路線を変えようとって言えば大丈夫。うん、路線変えます。ぶりっ子キャラでいきます。ぶりっ子キャラでいきます。てか大阪弁使わないです。今から大阪弁使ったら負け。
こんばんは、ふりふり。今日も安定した顔色ですね。ありがとうございます、ひがけんさん。ありがとうございます、たぶさん、ビキのりへいさん。そうなんだ。ちょっと後で調べてみますね。大村さん、大村さん。よし、じゃあ今から関西弁禁止やってみます。使って、私って可愛いやんか。あ、じゃあほんまわかんやん。使ったら体感3分。え、じゃあ私が使わへんかったら、使えへんかったらどうなんの。可愛い、ありがとうございます。乃木坂46さんの人ですか。いえ、違います。使ったら罰ゲームとかある。罰ゲーム、カーチ弁は大丈夫ですか。カーチ弁ってどこやったっけ。我ら筋トレ絶対してへん、だって見えへんもん。使わなかったら変顔します。さっこう関西弁使って、よし、じゃあ関西弁使わんで、今から。使わなかったらみんなで褒めようよ。え、嬉しいです。ちょっと待ってください。一回切りますね。あの、私が標準語使ったら大丈夫ですか。ちょっとイラッとしないですか。大丈夫ですか。じゃあ今から行きます。レッツゴー。喋らなくなっちゃった喋らなくなっちゃった。仕事終わってやっと来れたよ。いっちゃんさん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。今大阪弁を禁止にしているゲームをしています。かいしょうさん、わらわらわら、喋ってますよ。あ、母上とのマシュマロチャレンジについてですか。あの、マシュマロチャレンジを昨日したんですけど、あの、昨日マシュマロチャレンジをしたんですけど、マシュマロチャレンジってとっても、あの、難しくて、あの、口の中に結局10個入れることができたんですけど、難しいですよね、やっぱり。わら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 。喋り方に違和感ありますか。ないですよ。おー、すごいすごいですよね、私って。誰、アオリイカです。標準語の定義間違えてますか。間違えてないですよ。キャラ編頑張ってます。50カウント完了ですか。たまたまさん、ありがとうございます。自分で笑ってしまってるやん。あ自分で笑ってしまってるやん。え、なんかエセ関西弁みたいになっちゃった。いや、エセ関西弁みたいになっちゃったよ。エセ関西弁みたいになっちゃった。標準語バカにしてないですよ。バカにしてないですよ。あざといき、あざとくないですよ。あざとくないですよ。焼肉食べたいですね。誰をイメージしているの。え、誰のこともイメージしてないです。イメージするものにもそれが私なので。そろそろリア戻ってこないかな。え、私ですよ、リアンって。肌綺麗、本当ですか。嬉しいです、ありがとうございます。行ってみたい国、行ってみたい国は、あの、イギリスに行ってみたいです。あなたは誰ですか。誰だろう。リアン戻ってこい。好きな食べ物はイチジクです。あと、牡蠣と白子とグラタンとラーメンも好きかな。あ、はじめましてですね。
もずっと標準語で喋ってるので、二重人格なんかじゃないです。全部柔らかいものばかり、全部柔らかいものちゃうしどうでしょうか、どうでしょうか。このままでイチジク美味しいですよね、富山さん。お好み焼きとご飯は当たり前やん、食べるに決まってるやんえ、けどすごいよな、そう考えたら。ゆうけんさん、星投げ50カウントありがとうございます、ありがとうございます。よく頑張ったと思います、ありがとうございますありがとうございます。ブフォそうですね、そんな感じで今日は配信してみました。ということでですね、来週のアオリイカさんは、アオリイカです。今週の土曜日はマシュマロチャレンジをしちゃうかも、ということでですね、何時に配信するかまだあんまりわからないので、よければフォローしてください。ということでですね、お次来週のアオリイカさんに回しましょう。来週のアオリイカさん、はーい、じゃあじゃんけんしましょうね。はい、皆さんフォローして、私にじゃんけんを、じゃんけん負けたらフォローしてくださいね。じゃんけんポーン、パパウグーイエーパーアイコーイエーチョキ、あ負けたけどもうフォローしてるもんねパーグーパーグーパーグ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 ー、え、グー率高くない、フレミング、どうでしたでしょうか。もうフォローしとるわ、さすがありがとうございます。はい、ということでですね、皆さん今日も楽しかったです。6785人の皆様、本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかったです、ありがとうございました。皆さん早く寝てですね、早く、あ、手洗いうがい、あと何、手洗いうがい予防をしてしてね、ちゃんとぐっすり寝てください。フランスみんなでまた見ます、ありがとうございます。え、タコありがとうございます、ありがとうございます。ローさんありがとうございます。じゃあ最後にプーさんやっとく。はちみつ食べたいな。あちぎさん、トータイありがとうございます、ありがとうございました。今日も楽しかったです、ありがとうございます。ローさん、タコありがとうございます。ハチミツ食べたいな。タコありがとうございます、ロンさんありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。ハチミツ食べたいな、ハチミツ食べたいなまあそう、そんな感じですいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、はい、ありがとうございました。ハートありがとうございます。岩友さんありがとうございます。ラオさん、タコありがとうございます。タコ祭りありがとうございます。サリナさん、お疲れ、ありがとうございます。岩友さん、ハートありがとうございます。皆さんありがとうございました。わら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 、ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです、ありがとうございます。またお会いしましょう、ありがとうございます。夢の国できん、いや無理、ほんまに無理、大好きなんですよ夢の国バイバイ、ありがとうございました。